皆さんこんにちは、整理収納アドバイザーの梶ヶ谷陽子です。今日は、初めて娘に登場してもらって、キャリーストレージバックパックを長時間使ってみての感想をシェアしたいと思います。それでは行ってみましょう。スタート。今日なぜ私が娘と一緒に動画を撮っているかというと、先日娘がですね、学校の行事でこのリュックをずっと背負ってたんですね。で、最初はなんか今まで使ってたリュック使うって言ってたんですけど、今回このリュックで行ってみたいっていうことで、このリュックを使って行ってくれました。そしたらいろいろなんか娘なりの感想を聞けたので、これはぜひ皆さんにシェアしたいなと思って今日は登場してもらってます。多分本人の口からの方が信用できると思うので、そうちょうどまあいいけど登場してもらってます。まずですね、最初から話そうね。準備するときに、私は娘も便利だななんて言ってた携帯のケースをここにつけていくことをちょっと勧めたんですよ、娘に。で、娘も最初はうん、つけてくなんて言ってたんですけど、ちょっとねシミュレーションしたんだよね。そう、しょったらなんか気になったでしょ、この辺に当たってちょっと、ね、そう、なんかちょっとない方が今回はいいかもしれないって言ってつけていかなかったんだよね、うん、で娘はこのパッドを使って、今回行ってもらいました、でちょっと娘には初耳だと思うんですけど、お母さんさなんか娘が準備をし終わって寝て、で朝に私はお弁当を作って、お弁当をこのリュックに入れた後に総重量っていうのがどれぐらいなのか測ってたの。測ってたの。そう、いや皆さんの参考になるかなと思って体重計で測ったので体重計で測ったら、娘は総重量が 3.2 キロでした。だから 3.2 キロを5時間背負ってたの。3キロ背負ってたの。そうで、ここからちょっとさ、今までのさリュックってちょっと出してもいい？あ、いいよいいよ。これも気に入っておしゃれで変わってて、変わっててじゃない。おしゃれで気に入ってて買って使ってたんですけど、これとの違いをすごく感じたみたいで、まず何が良かった？良かった点を。これの良かったところ、このね、ついてる、これついてるこれのポケットが大きくて使いやすかった。こっちちっちゃいんだよね。でほら言ってたじゃん、あ、気づいたらこうするのが癖だって言ってたの。いつもこうやって片方を外してここから取るのが娘の習慣らしいんですよ。ここで取ってるんで、ここがそう、ここが充実してるからこそこっちよりこっちの方が使いやすかったってことだよね。そうだよね。大丈夫、すいません、ちょっと初めてなもんで動画に大丈夫、優しいから見てくれてるし、優しいから大丈夫。そうなので、娘的にはなんかここのポケットがから物を取ることがすごく楽みたいなので、そこが大きいのはすごい良かった点らしいです。あと、ポケットいっぱいあったもんね。ここにいっぱい入れてたよね。はい、いっぱいあります。で、あとどう？この使ってみてさ、なんかこの中全然違うじゃん。その違いもなんか帰ってきた時に言ってくれてた。探したりしなかったみたいな。そういうのちょっと声を大にして言って、便利でしたそう、これ別に言わせてるとかじゃなくて、本当に娘が帰ってきた時に探したりしなくてすごい良かったっていうのは言ってました。で、ただ私がすごい今回娘に検証してほしかったのが、感想を知りたかったのが、この肩パッドをして行ったんですよ、娘が。で、5時間とか6時間ずっと背負いっぱなしで、お昼の休憩だけでしょ、下ろしたの。バスの移動と、お昼の休憩と、あとどっか下ろしたの。あとアトラクション乗るときに、1回下ろしただけでしょ。特に。だそれ以外はずっと背負いっぱなしだったんだね。ずっと背負った。そうだね。で、聞いてみたんですよ。この肩パッド入りの、これで背負ってるのと、今まで
この肩パッドがっつり入ってるのを背負ってたの違いあったっていうのを聞いたら率直な意見を言ってくれたんですよ。覚えてる？なんか痛かった。いや痛かったっていうのと、あと結局肩は痛い結局どっちを使っても肩はずっと背負ってたら痛くなるよっていうのは、それが正直な意見みたいです。なので、3.2キロでしょ、うん、なのでこっちにしろこっちにしろ重くて痛いのは変わんないでしょ。だって食い込むじゃん。そう、変わんないってことだよね。ちょこちょこ休まないと、うん、なのでお母さんが一番知りたかったのは、あとみんなが知りたいのは多分、うん、脇？いや脇じゃなくてこの、うん、これでしょうのとこれでしょうのどっちがどっちっていうのが知りたいらしい、うん、なんかね別にねそこまで変わんないよこれ。そう変わんない。そうでも娘が言ってたのは痛さとか軽減される感じは変わんないんですって。ただこれがちょっとずれてきたっていうのを言ってたよ、ね、あずれちゃったからずれちゃったって直しながら歩いて、そうずれちゃうっていうのを言ってたね、まあ、取り付け方の問題かもしれない、もうちょっとビュッてやればよかったのかもしれないけど、なんかちょっとずれちゃったのはなんか気になったみたいで、それは言ってましたっていうのがあれだよね。で私がちょっと驚いたことがあって、うん、あの帰ってきた時にさ、うん、その日台風の影響で1日雨だったんですよ。で雨の中娘は雨天結構で行ったんだよね、うん、でどうやって過ごしたんだっけ。傘なしレインコートなし。いやレインコートも傘も持たせてたんですけど、めんどくさかな。そう私に似てめんどくさがりいらなかったかなっていう、めんどくさくて傘もささずレインコートも着ないで過ごしてたらしいんですよこの子。してなんかね。そうでそう、ね、そうなった時に私はもうちゃんと言ってたよね。これは防水加工じゃないし、うん、撥水加工でもないから中のもの濡れちゃうよって私言っといたんですよ。どうして濡れ？そう言っといたんですね。そうそうで、うん、帰ってきたら全然刺してなかったって言ってたのでゲゲと思って、うん、中身全部濡れてると思ってたのお母さん、うん、で出したじゃん。そしたら全然濡れてなかったんですよ。紙類もね無事だったよ、ね、そう紙類もしおりとか遠足のしおりとかも全然濡れてなくて中が全部無事だったんだよね。それにはちょっと私自身も驚きました。なので雨の日でも大丈夫ってことではなくてそういう感じでした。だからこれすごいよね。なんか普通になんか結構濡れてたけど中身全然大丈夫だった。そうなんですよ。しかもちょっと注目していただきたいのがほぼ5時間とか濡れてた状態だったんですよこれ。全然影響ないんですよね。変なことないでしょ、うん、でちょっとあれだよ形も崩れてる。あのでもね気づいてないかもしれないけど、うん、お母さんちょっと帰ってきてからチェックしたの、うんうん、そしたらなんか一部すごい黒くさ汚れてたんだよね、うん、この、うん、なのでカバン屋さんに言われた通り固く絞った布で拭きました。そしたら見事に綺麗に落ちました。これ落ちた。おだからなんかねそういう方法であのやっていただければなというふうに思います。なので今日皆さんに伝えたかったのは、娘が子供が今12歳で小6なんですけど、そういう子が 5,6 時間しょっていてどうだったかっていうのをちょっと皆さんに共有 したかったんですね。なのでこれに関しては あのこのベルトだからの痛さっていうのはこの肩パッドであの補えてるっていうのが娘の検証結果でした。ただあとあれだ、半袖を着てさ背負った時にさやっぱ当たるわって言ってたじゃん、うん、でも実際は遠足の時にもこもこしたのを着てったんですよ娘が。だからそしたら全然それは気にならなかったんだよね、うん、なのでもし使われる皆さん、冬は気にならないかも。この脇に私が食い込むっていうのはもしかしたら気にならないかもしれないです。ただ夏はねやっぱり夏痛そうかな、ね、痛そうかなっていうのが娘の、率直な意見でした。ただちょっとあの今いろいろカバン屋さんとも相談してそこもカバーできるような、策を今練ってるとこなのでちょっとそれは決定してから皆さんにシェアしたいと思います。あとは主人お父さんにも
ちょっと背負ってもらって、お父さんにも背負ってもらってって皆さんにうまくしようね。どっちに貼る、主人にも、そう、主人にも背負ってもらったら、やっぱりあの長時間使ってれば気になるかもしれないって言ってたんですよ。この太さが脇に当たるのは。ただ私もその主人とか娘の意見を聞いて思ったんですけど、私は痛かったんですね、食い込んだりして。でもこの体型だったり、今までリュック使ったことないからそう感じてる部分がもしかしたらあるのかもしれません。あの2人からすれば、なんかそこまで気にすることじゃないって思ってたりだとか、あっていうこともあるので、ちょっとなんかこう一つの意見として私の話を聞いていただけたらなっていうふうに思っています。ただ私自体もこのポリエステルはすごい使いたいと思ってるので、その脇の痛さの策はちゃんと考えてます。今考えているので、皆さんにちゃんと発表できるように進めていきたいなというふうに思っております。じゃあ今日はいいか、これで。これ中身についてはいい、あ、中身は、あ、乾燥、感想言って、いっぱいあるの。感想言って。え、これ使いやすかったっす。使いやすかった、そうです。なんかいろいろ持っていくものが多くてね、多かったけど、いっぱいポケットあったから、うん、ここちょっと私、これとの違いを言ってあげると、これとのね違いはね、うん、こっちのリュックは、うん、ここしかポケットはね内側になかったから、うん、内側に1個しかないんだね、こっちは。ここでもさ、何用かな、多分ペンとかじゃない、これ細い細いやつ、この背中のと横にちっちゃいのが1個あるだけだったから、うん、積み重なる感じ、そうですね、重なる感じだったね。こっちはもういっぱいチャックもついてるポケットあったり、うんうんうん、ね、いろいろポケがあって使いやすかったのと、うんうんうん、これいっぱいさあるじゃん、いろんなところ、そうだね、そうだね、だから急にさ、うん、なんか入れなきゃいけないものとか出ても、あ、よかったよかった。あ、ちなみにさ、うん、すっごいここに入れてたじゃん。でもさ、ここ外ばかりにここに入れてたじゃん。うん、落ちなかったこれ。あ、これ？全然平気。あ、落ちなかったそうです。じゃあよかった。このさ、耐久力も全然大丈夫だ。あ、全然平気だった。バスでさ、こうかけて、うん、あ、かけてあった。かけてたんだ。バスでこうやってずっとかけてて、なんか大丈夫かなと思ってたけど。あ、全然平気だね。全然大丈夫だね。という、感想だそうです。今回の動画ちょっとでも参考になればなというふうに思います。今日はありがとう、出てくれてね、じゃあのいつもお世話になってるので一緒にありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さんまた会いましょう。さようなら。